100回目おめでとう。みんな100回、おえー、300回目おめー。ねえ、キュンキュンラブリーやめて。口色な。あ、さっきお風呂、あ、さっきお風呂入ってきたじゃない、さっき家帰ったんだ。お風呂行ってらっしゃい。頑張ってください、押してください、できる。100回目、みんなあれですね、みんな100回目。100回目、なんか言わ、いつもさ言わない、気にして見てなかっただけで、100回目とかの人案外毎日いるのかな。じゃなくてこの時期に多いだけ、ちょうどなんか2、3、4ヶ月経って、わかんないけど。定型部にキュンキュンありません、いりません。え、マジ早くな、今日のお風呂。え、みおまるさんの定型文どんなのなんだろう。跳ねてるんですけど、なにこれ、やだ、なんかいる、ここに。ね、めっちゃ早いね、早く寝るつもりはない。200回目だ。え、待って、こんな多いの。結婚していいよ、結婚してあげます。課題はまだ触ってません、課題まだ触ってません。自分のやつやばい。新しい出来も押したいけど、そんな、え、なんで押していいじゃん。押していいじゃないですか。え、かきれなが一番可愛い、残しとけばよかった。え、前までの定型文そうだったよね、なんか一番なんちゃらみたいな。そうだよ、髪の毛乾いてるんですよ、お風呂上がりの私、髪の毛がちゃんと乾いてます。はい、このアホゲどこ行った、もう消え去った、ここら辺に行った。寝るつもりない、え、寝れないもん、多分寝れないんだもん、多分寝れないです。あ、メール来た、あ、サイリオン。課題は期日前日、期日ないんだよね。ないんですよ、通信なんで。え、マジ、おやすみメール来た、読んでね。早いよね、ごめんね、早く送りすぎちゃった。かきれなガチでガチでだったんだ。悲しんでるってことは、そう、寝る準備。あ、コアラのマーチ忘れてた。え、開けていい、開けていい、開けていい。おえ、200回、おめでとう、ありがとう、おめでとうというかありがとうだね。髪乾かすのは15分とかかな。タコ。ちゃんと食べました。前髪長すぎて、え、てかね、最近さ前髪伸ばしてるんですけど、前髪の量が減ったと思いませんか。減らしたんだよね、減らしてないんだけど、なんか減らし、へ、なんか横に避けてたら目に入るの嫌で、ここの前髪さんたちが別にここにあったんだけど、いつもはあったんですけど、なんか邪魔で、ま、横に避けてたら少なくなった、真ん中が。でももともと加入の時これぐらいだったんだよね、高校の時もずっと前髪こんなんだった、めっちゃ少なかった。課題やらない。今日課題やってみようかな、初めて。じゃあメール来た。え、でもなんか学年
学年進級 進学するのに何単位必要とかだと思う。だから進級するまでの期日はある、それに4単位とか。でも卒業単位はちゃんと取らないとダメだから、結局しないとダメっていう。みんなが新メール来てるから、なんで早く送ったら送ったでみんな寝ちゃうみたいなギリギリまで言ってくれないし。そう、前髪減ってるでしょ、気づいてた。いや抜けた、減ってきたっておかしいでしょ減らないわね。課題触ってみようかと思ってる。いよいよ、いや、そこま、明日が仕事だよ、もう寝ます、おやすみ、ありがとう、いつも頑張って、ありがとうありがとうね、頑張ってね、明日も。じゃあコアラのマーチ持ってきていい？持ってこない方がいいよね。だってこれでさ、レナが入ってたらまあいいとして、レナが入ってなかったら開けてどうやって保存するかなんだよね。あ、お花だるま嫌がらせだるまです涙袋癖ちゃうわって、注入しとこう。送ったってことはこのまま12時まで、わかんない、終わるかも早く。開けたらどうやって保存しよう。多分いらない、今一個もいらない気持ちなんだよね。あ、そっか、ジップロックいいね。冷凍すんの、コアラのマーチ持ってきていいじゃん。そのまま開けててじゃないわ、配信してていい、すぐ帰って。ジップロックある、ジップロックやるわ。じゃん、キュンキュンラブリーやってるの今。お花配信してる今。開封して出てきたスキンメニューはきつすいません一行にせ、どういうことどういうこと、何それ、何それ、どういうこと。あ、待って、花始まったんだけど、花配信始めた、花の配信始まりました。レナが予言しました、いました、いいよ。じゃあ撮ってこよっかな。あ、先生こんばんは。あれ、これ先生だよね、先生先生可愛すぎますよね。ジップロック配信、冷蔵しておけば、あ、冷蔵を入れた方がいいのかな。ねえみんなやめてよ、取りに行ってきますね。じゃあちゃんと、賞味期限とかないよね、さすがに、さすがに賞味期限とかないよね、さすがに。じゃーん、じゃーん、あるんだ賞味期限。あるんだけど普通に、あ、でもなんか2025年2月だ、だから大丈夫です。足見えてた？嘘、見えないように言ったんだけど、最悪、みんな喜んじゃう、みんな喜んじゃう、俺の足で。マーチくんって言うんだ、これコアラのマーチくんなんだ。へえ、出るかなはぁとか言ってるんだけど、死んだサービスしちゃったよ、サービス、サービス喜びます喜んでるくせに。ちゃんとズボン履いてますのでね。なにこれ、取れないはぁ、わーい、ゲット、あ、え、ゲットしました。コアラさん、コアラさん兄弟、あ、4兄弟だ。マーチくんとワルツちゃんとミレゾちゃんとドレミくんですって。え、そんないたんだ、4体いました、4体。風呂屋で見る少年みたいだった。いや、マジそれな、やばいよね、本当にやばい、もう本当にやばいと思う、普通に、普通になんか
今日はパジャマを洗濯するんですけど、まだ乾いてなくて、お風呂に先に入っちゃったから、あれを、まあ、乾かす前にね。で乾いてなくて、これ何ティッシュに出してるか、みんなティッシュに出してるよね、ファンの人たちが。あったコアラのマーチ、じゃティッシュに出します、ティッシュに出しますね、ティッシュに。小5男子の格好すぎてやばいよね、本当に。それはもうマジで本当にそれな。あ、今日ねお風呂入る前に洗剤、お風呂で使うシャンプーとトリートメントとかを補充しました。開封、え、かわいい。無理、これさ一気に出さない方がいいよね、でも食べれないから。あ、じゃあ一個ずつ出していければいいの。え、待って、え、待って、筋肉出たんだけどえ、これってさ名前バージョンとかじゃなくて、あれなんだ、どっちも出るんだ。短パン見えるならワンピースにならんくない。え、短パン見えないよ、短パン見えないね、苗字とか一緒なんだね。パワー、一人目のマーチくんはパワーえ、ちょっと待ってもうパワーの次ユアなんだけど、え、やばくない、やばくない、やばくない、やばい、おもろすぎて無理、やばいね、来た。ちょ、ユアニャンに後で LINE 送ります。あ、スクショして誰か伝えといて、先に配信してるっけ、ユア。はい、いいですか、できました。いや別に配信スクショいらないわえ、待ってこういう系もあるんだえ、レナって絶対出ない気がする。パットくんマーチのパットくんでした。やばい、やばい、次強そう、次強そう、強いやつ来ました強いやつ来た、見える、これ強いやつ、頑張ってください。あーやった、ユアスケ、ハッシュタグつけて入れる場所なのでできません。え、待って、面白い、ちょっと笑しちゃったかも、レナが嫌いな配信企画みたいなことやってる、大野来た、あんまりわかんないね、面白いやつだけやるね面白いやつだけ、面白いのとあれだけします。これお友達に言いました、友達に言った。あ、それ言わない方がいいのか、あんまり言わない方がいい、わかんないで、うえー、やばい、え、行くよ行くよ行くよ、え、先生見てるかな、え、先生見てるかな、まだ。ちょ、コンビネーション言っていい、コンビネーション言っていい、今から面白い、見てください、じゃーん先生見てた先生が好きなジムまさかの先生の名前かと思ったら違うただのジムパワーとジムです。筋肉鍛えてる人にジムはね、結構刺さるマーチくんだと思います多分先生に刺さってる今きっとパワーだっておもろいおもろいですねでもなんか男の子の名前が多いかも。え、待ってねえ、え、これさ、イチゴの方、え、待って、男の子の名前しか出ないんだけど
やばい、待って、かぶったパットくんかぶった、やだパットかぶった待って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 、来た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 、何が来たと思う、ワルツちゃん、ワルツちゃん来た、本家来た、コアラのマーチの本家来ました、本家、ワルツちゃん出た、ワルツちゃん、ほらワルツちゃん出ました、もうちょっとしかないや、あとなんか、あでも友達とかにいた気がする、あーミュージとか、えねえ無理、あと3匹し4匹しかいない、えいない、えなんか男の子の名前ばっかりだね、これ選べ、イチゴの方がさ友達いたえ待って惜しくない、惜しい、惜しいですね、はい惜しいです、ね無理、あと1匹なんだけど、あと1匹ねえいない、パットくんなんで2匹も出たの、じゃあパットくんかぶってるからパットくん食べたいと思います、なんか一時期さ、でも今回の優勝3匹いくわ、ちょっとじゃあ、うん結構いい、いい人いるね、え待ってどっか行っちゃった、んうん、これとあと誰にしよっかなやっぱパワーいるよね、パワー1位、あ1位は1位はこれ、ヒワ、ヒワニャ、ヒワニャで、ヒワニャで2位がジムジムです先生が好きなジムで、3位がパワーパワーですパワー、以上、以上3匹の収穫でしたね、これどうしたらいいんですか、え、これさ普通にあんまりさ腐らない、そのままジップロック入れてそのまま冷蔵庫入れなくても腐らないよね多分、そんなに、え腐っちゃうかな、最近あったかくなってきたから腐るかな、腐んない、大丈夫、ちゃんと手拭きます、めっちゃ粉、大丈夫？あ、冷蔵庫入れといた方がいいの？やっぱ。あ、入れといた方がいいんだ。え、じゃあ入れとこう。はい。収穫。え、でもやっと、なんか、ずっと開けようと思ってて、配信でね。みんなと開封しようって、ずっと思ってたんだけど、全然できなくて。だからやっと、できてよかったです。めっちゃ前に買った、これ。もうなんか、めっちゃ前。本当にめっちゃ前、1ヶ月ぐらい前かも、冷蔵庫を入れとくわ、じゃあジップロック入れて、イヤニャン食べます、イヤニャン記念に置いとくわでもいつか食べるんだよね、イワも、イワにとりあえず写真送って送る、あ写真撮って送る冷蔵庫に入れて硬くなんないかな、大丈夫かクッキー、よく変なこと言ってるんですか、言ってないよ、何も変なこと言ってないし、ジャマに買った、あ明日ぐらいにちゃんと食べるなら常温でもいい、あそういうこと、明日もうちょっと置いてたらあんまり良くないか、いや出る前7袋かかりました、えマジ、こ
コアラの街に開けないまま。ねコアラの街ってねなんか置いちゃうよね。でもなんか一時期コアラの街のこのイチゴにめっちゃハマって、あの地元だったら、地元っていうか兵庫だったら、あのよくスーパーに買い物行くんだよね。タコありがとう。よくスーパーに買い物行くんですよ。なんだけどその時にずっとそのハマってた時はコアラの街を毎日買ってた。2日に1回ぐらい持ったから言い直したね。誰かレナ出してくれ。でもレナのこと出してくれてた人は何人かいました。賞味期限2025年だって。ドーナツ2個でギブなの。そんなこと言ってないよ。ドーナツ食べ放題行きたいもん。何個でも食べれる。ドーナツなら、ドーナツとポテトなら何個でも食べれる。凍らしてよ、氷になっちゃうじゃん。でも案外ならないんだよねこういうのって。1箱目で言われて、言われて高いね。で今週会えますね。やったねーだね。チョコ返しに幸せ。確かに開けてみて、開けてみて。レナ出してすぐ食べたらいい確かに、確かに食べるか問題になってくるよねそれまあ食べるよね食べ物だからカラマチ家にあるよ。お、じゃあレナが出るか。タコありがとう。揚げてるからゼロカロリー。あ、ドーナツ、え、マジドーナツ2個ぐらい。いや待って、さっきのタコめっちゃ綺麗に食べた気がする。え、マジで、ドーナツは本当に一生食べれるよね。一生食べれます。ドーナツはマジで一生食べれる一生とか何個でも食べれる気がする。え、なんか今日あざ見つけたんだよね、お風呂入ってた時。あ、そうだ、オスグッドのとこにちょうどあざができてました。え、あとね、オスグッドにあざがあると思って、反対の膝はさすがにって思ったらあざがあった。しかもオスグッドじゃない、あの上の方、なんかしゃがんでガンってなるやつのところじゃなくて、なんかガンってなるところの上だから痛、押したら痛い。まだオスグッドのあざは痛くない。そう、あざできててやばーって思いました。みずじゅん、じゅんこも食べたの、幸せだね。いいね、くじと同じ甘いの出ない。あー、ふんふんふん、職業が許しませんな。あ、そういうこと。ドーナツ一生食べれないってこと。あ、いっぱい食べれないってことポケモンパン保育園の時食べてたわ。保育園の時食べてました。え、マジ毎日ドーナツでも大丈夫？何したん？え、何もしてない、分からへん。なんか気づいたらあざになってました。一個で十分って人もおるような。ね、いつの間にか膝にあざってできるような。まあどっかでぶつけとんやと思うけど。味噌ドーナツのおすすめは何？え、全部全部。抹茶とか今だったら。膝蹴りの練習でましたんちやめて。なんか普段から膝蹴りの練習してる人みたいになっちゃうやん。してませんからそんな一生食べれるで、マジで。2個以上はさすがに食べれる。さすがにな。レナだった。え、惜しい惜しい。え、待って、惜しすぎるそれは。手紙ありがとう。手紙ありがとう。声死んだ。あ、大食いならオールドファッション系はね、ちょっと1個でお腹いっぱいになっちゃうね。結婚していいよー。仕方がないから結婚してあげます。え、待って、雨降ってるんだけど。だから結婚してあげるよ。ドーナツ食べ放題行ってもかきれな大食いではないのでって言ってた。いや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 、ユアも大食いじゃないじゃん大食いじゃないじゃん。でもなんかレナってあんまり食べれないんだなってついこの間に思った。なんかこの間スイパラ行ったって言ったじゃん。あの時にめっちゃ、もう朝から何にも食べてない日だったのね。本当に何も食べてなくて、水しか飲めないみたいな。本当にご飯を何も食べてなくて、めっちゃお腹減ってる時に行ったのね。だからスイパラな
んだけど、キャ欲しいよスイパラなんだけど、だけどそう、なんかスイパラなんだけどね、わかる、あのお腹減ってたからちゃんとサラダとかもう食べたし、なんかスイーツを先に食べなかったのね、お腹が減りすぎ、みんなみんなね、みんななんだけどさ、なんかで、まあまあ普通に食べ終わってで、お腹いっぱいってなって、レナがなんか誰が一番食べたんやろうなみたいな言ったら、なんかそのココハとココミとユアがパスタとカレーを取りに行ったんですよね。最初に食べてでケーキとかもちゃんと食べてでもうちょっと無理やってなって、そしたらなんかみんな他の3人が多分食べてる量は多分ほんまにそんな多くないんかな、分からへんけどでそしたらなんかカレーとパスタを取ってきたわけですよね、その3人が。でレナもなんかちょっとお腹いっぱいやったねんけど、そうなんかでもレナはまだパスタが残っとってんな、だからえなんかレナも取りに行くみたいな、ほんまはちょっとほんま食べられへんけど取りに行くみたいな言ったら、なんかあんたは食べれないだろみたいな、なんかみんなにめっちゃ冷たくされてでなんか誰が一番食べたんやろなみたいな、レナが言ったらなんかまあとりあえずレナは違うしみたいな一番最初にとりあえずレナは最下位とか言われてさ、めっちゃ悔しくて目の前のポテトをたくさん食べたけど、えマジめっちゃね、あの冷たくされて、なんかあのちょっとしか食べてないよねみたいな、レナは違うよねみたいな、なんかだったらいいじゃん、だけどなんか3人揃って、あとりあえずレナはあの全然食べてないからみたいな言われてさ、いやポテト食べたしみたいな、食べたしって感じでした。でも本当にめっちゃ美味しかったの、多分ご飯食べてなかったのもあるんだけど美味しくて、でなんかでもなんかもう口は食べたいの、美味しいから口は食べたいんだけど口は食べたいんだけど、なんかあのお腹がいっぱいになっちゃうんだよね。だからなんかあの最近聞いた話によるとなんか頭いい人みたいな喋り方最近なんか聞いた話によると、その大食いとかの人は普段から水をめっちゃ飲んで胃袋をでっかくするらしいので、大食いの日にそう胃袋が大きいからなんか食べるらしい。でもなんかそれってなんかそうなんだって思ったことが一つあってね、なんか前に、あ間違った、なんかダイエットしようって前に決めた時に、なんかダイエットをする前はめっちゃね、まあ普通に食べてて、でダイエットしてご飯食べようって思う、もうダイエットやめたってなってご飯食べようって思ったら全然お腹に入らなくてビビっただからなんか行ってなんかちっちゃくなったり大きくなったりするんだみたいな、あちっちゃくなるかどうか、えケーキ食べてもめっちゃ美味しかった、そう歯ぶりなされた、そうやばいよね、たくさん食べたのにポテトもちゃんと食べたでもなんか普通にね食べた、ちゃんと食べましたよ私も。なんだけどそうみんなにね、あとりあえずレナは違うからみたいなその時だけ3人の仲間マジでねめっちゃおもろかったよ。でなんか3人がまだ食べてたんだけど、もうレナその時寝てなかったから、ほぼだからもう隣で爆睡してました、3人が食べてる横で美味しかったわ、セットが来たのかよ、ごめん6月20日初めまして行きますよ、ありがとう、そうなんだ、ありがとう、6月22日っていつだっけ幕張か名古屋かだけど楽しもうね、可愛いです。そうなんか水飲んだらめっちゃあれらしいよ、大食いの人ってめっちゃ水飲んでるらしい、だからレナもなんかたくさん水を飲もうって思って胃袋でっかくするために、胃小さくする方法もあるの、じゃあ今ダイエットだから胃小さくしないとか、
胃小さくする方法教えてよ。でも食べなかったら胃ってちっちゃくなるんだよね多分。入院しててなんか退院した時にあのご飯食べれなくて、なんかお粥とかはなんか食べてるんだけど、接触障害になりかけじゃん。いやそんなことないよ、普通にそんなことないよ普通にねもう健康すぎてダイエットレベルだから全然大丈夫だよどこ行ってもポテトどこでもよくね。違う違う、スイーツもちゃんと食べたよ。あ、限りのおやすみ。寝るの寝るんだ。食べて満足したら寝るとか違うよ、その時だけ眠かったの。その時眠かったんですよ。2223名古屋。あ、そうなんだ、名古屋なんだ。じゃあ名古屋で楽しみ待ってます。たくさん食べれるようにしちゃダメだよね。でもたくさん食べれるようになりたいんだよね。でも太っちゃうよね、そうなったら。そうなったらダイエットとか言えなくなっちゃうよね。どうしよう、どうしようね。ダイエットもしたいけど胃袋もでっかくして食べたいもん。もう好きなだけ食べたい。とりあえずミスドの食べ放題行きたいのに、なんか誰も誘ってくれない。自分から誘えばいいのか自分から誘えばいいんですよね。自分から誘えばいいんだよね。食べ放題見てないってユアが言ってるのねえ、やだ。でもユアと一緒ぐらいだよ食べたの多分。ユアに聞いてみてよ、スイパラの時。わかんないけど多分一緒ぐらいだと思う多分いやみんなそんな変わんないよ。レナもだって普通に食べてたし、みんなと一緒ぐらい食べたもん。朝食になると食品が目に見えて昼。へえ、そうなんだ。一人だったらね、普通に食べても太らない人。え、いいよね本当にそれな、めっちゃいいよね。部屋の食べ方行っても元は取れないね、元ね元ね、取りたいよね。え、ミスドは元取りたいよ。何個食べたら取れるんだろうね元。うん、集中できなかったね。みんなすごいよね、なんか何人も見ててたくさん。そうなんだよ、なんか食べるの遅いからなんか胃が縮むみたいな、なんか食べ出して時間が経ったらもうなんか胃が閉じてくるみたいな話も聞いたことあって、だからそれからは急いで食べようって思うんだけど、急いでるんだけど胃が閉じるのも早いんだよね。わかんないね。ココミとデートする、とりあえずココミとデートします。仕事なんか話したい、新メニュー挑戦して失敗だったらと思うとかわいそう。え、そうなんだよ、本当にそうなんだよ。え、マジそれ、え、それそう、挑戦できない、食べ物に挑戦できないんですよね。食べる量がね、なんか普通よりちょっと少ないぐらいだったら決して食べる量少ないとは言わない。普通よりもちょっとだけ少ないぐらいだったらね。そうなんだよ、新作とかさ挑戦できないっていう。え、マジそれ、え、マジ大共感すぎるそれ。誕生日前最後の食事が餃子になっちゃった。え、いいじゃん、美味しいじゃん、お揃いだからいいじゃん。明日だよ問題は。明日何食べるかあ、ティー来た、ティー。はい、綺麗で面白いお姉さんです、よくご存知で。ドーナツ2個でお腹いっぱいだと嫌に言ってました。違います、薄いちドーナツ苦手なんですよ。そうそうそう、苦手、元取れん。2個で死んだ。いやもうユアめっちゃ言ってるやん、レナのこと今頃。なんかかね、レナマジで食べれないとか言ってるの、どうせあんま変わんないのに。でもえ、めっちゃ聞いた、ユアのあのめっちゃいい話言っていい？いい話っていうか、ね、個人的になんですけど、私が思ったなんか、え、とりあえずちょっとコメント上にやっていい？コメント上に読みますね。じゃあ、目でね、目でちゃんと読んでるんで、はい、読んでないと思わないか、ちゃんと読んでますから。読みまして、上にちょっといきますね。はい。え、告白したんだ。告白したんだね。あと1時間。あ、でね、はい、言いますね。あのね、なんかその劇場に行く時
にあのこの間の制服の目公演で、でなんかあのもう車でタクシー劇場に向かっていたんですよね。そしたらなんかイワとココミとレナだったので、なんかココミさんユア、レナだったの、後ろの席がね。でね、で、でね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 、あのまあなんかあの普通になんかまああの今日大丈夫かなみたいな、ちょっとレナがあのちょっとなんかサゲーってなってたんですよね今日大丈夫かなみたいな。でなんか一人ごとで、まあ、言ってたんだよね、なんかあー大丈夫かなみたいな一人で言ってたら、そしたらもうなんかいろいろね、レナがちょっと3言葉ぐらいね、つぶやいたの。はぁ、何々だし、何々だし、何々だわ。みたいな言ったら、それ全部に、なんか、岩が、うん、うん、うん。で、全部、なんか横で、なんか、もう、レナが逆だったら、もうなんか、頑張れよ、それぐらい。大丈夫だってみたいな言っちゃうのに、なんか、岩は、なんか、レナが、はぁ、ほんと、何々だし、みたいな。もう、間違っちゃうし。とか言ったら、うん、うん。で、横で聞いてくれてて、なんか、最初はね、なんか普通に人の話を聞いてなんかうんうんみたいなって感じで、あんまり違和感なくうんうんぐらいで言ってくれると思って言ってくれてて、でもなんかレナが3セリフ目を言った時になんかうんって、まあ普通に3言葉目もうんってちゃんと言ってくれて、でね、その時になんかレナが気づいたんですよ。なんか待ってみたいな、なんかこんなにマイナスなこと言っちゃってるし、なんかもうレナって最悪なやつなのに、なんか横でなんか全部うんって言ってくれるユアが優しすぎて、もうなんかねえユア本当にありがとうみたいな、もうこんなに最悪なやつなのに全部うんって言ってくれて、もうこんな同期がいて本当に嬉しいみたいな車の中でえめっちゃ優しくないめっちゃ優しすぎてさ、なんか個人的になんかあのなんか例えばなんかポロって言っちゃって、なんか大丈夫だよ、ないないだよみたいなって言われるより、なんかあのうんうんってなんか聞いてくれる方がなんかその時にいいなって思って、そうもう言いましたね。ちょっとなんかもう照れくさいとか置いといて、もうなんかえ本当にありがとうみたいな、本当になんかさっき全部うんって言ってくれてありがとうみたいなもうユアが同期にいてよかったよみたいな言いましたね、はいっていう。やばいよね、優しすぎて、もう本当にやばいかったです。優しすぎてっていうか、もうなんか優しいっていうか、なんかもう嬉しくて、それが本当に嬉しくてはいっていうね話です。そうえマジでね優しい本当に。かけんなお姉さん禁止なの、なんであ、うんうんって聞いてくれてる聞いてくれてます、うん、マジなんか聞いてくれてて、そう嬉しかったですね、はい。伝えといてください、伝えといてとか、レナもちゃんと伝えたんだけどね、その場ですぐにちゃんとね、ありがとうございますって感じですよね。本当に優しいんですよ。いやなんか同期本当にみんななんかレナの言う、あの面白くないこともなんかマイナスなこともなんかどんなことにも拾ってくれて、ありがたいですよねそれにありがとう違うね、もうなんかありがとうって言っちゃうぐらいなんかあの心がこもってる運でちょっと言っちゃったね、ありがとうって、はい、ありがとうって言っちゃいました。同期愛ですね。いやちょっと独り言言いに行こうぜ、うんうんって聞いてくれるよそう嬉しい、なんかそうなんですよ。いやいや、マシタイ出たよ。恋人同期士ののろけ話みたい。確かに。いや、マジでね、もうなんか、マジ、レナに関しては本当にもう可愛いとかじゃないんですよね。可愛いとかもありがとうって言えるからいいやつは、そういうレベルじゃなくて、もうなんか根本的にレナが悪いのに、なんかそれを、なんか、なんか多分ユアもなんか大丈夫だよみたいな言う時じゃないんだなって、ただ単に聞いてあげようだけの運だったんだよね多分きっと。
それが伝わって、その運運がもう日本語って難しいですよね。いやいやいや、お礼しに行く。マジで本当にね、優しかったです。知らんけど。マジでね、そうなんですよ、最高でしたね。あれはもうマジで、なんかレナがマイナスな気分やった時やったのもあるし、なんか心にきました、あれの運は。みんな言わなけんとってお礼しに行ってくれるやん。いただきます。気楽がね、うんうん、なんかね。そうマジでほんまになんか心がこもってて。多分ここみも、あ、え、ここみでしょ、本に思えなかったの。あ、そう、ここみのあの時もさ、多分あれは多分でもなんかここみも全然気にしてないシーンやったねんけど、あれはほんまにもうレナはマジ多分もうほんまに一生心に残ると思う、あのここみのあの出来事は。あれはほんまにあのちょっとごめんねって感じでした。そう、え、そうやねんな、ユアと同い年やねんな、案外こう見えてっていう。いや、なんか自分の部屋みたいなんだよね、だる。そう、こういうねエピソードたくさんあるんで、はい、確かにこの子押してあげてみたいな。レナがおすすめしてるみたいな、予想して言わねえの、希望を持ってる。ああ、この話を予想してってことは、そういうことね。それありやな。不気味な件で言わねえねえにゃ。やば、違法しようとしと、ルール違反や。うん、ここみやほほ笑みながら黙って聞いてくれてました。はい。やっぱりご挨拶行かなきゃ。ご挨拶。近所の人みたいな。ここ見てねえにゃん、おかげの薬箱やな。いやマジで結構ほんまにそれはある、マジでそれはある、あるね。あと、あのこれ言っていいか分からんけど、ちょっとユアに怒られそうやねんけど、ユアが泣いてる姿がめっちゃ可愛くて、めっちゃほんまにさ、マジでまだ跳ねてるな、なんか。まあ、いっか。え、マジで、もう、可愛すぎて。ゆあにゃんのいいとこ教えてくれたから、かけらにも嬉しい。ありがとう。よかった、よかった。どいつも JK にしか見えん。もう、この間まで一応 JK やからな。はい。で、ゆあにゃんの画像送って、ねえ、レナは。レナは、確かにレナは無言でマジでうんうんとか言えへんねんな、ほんまに。そういうのって、そうなんですよ、押し増し制度。え、ねえ、怖い、そういう制度やだ。やだ、そういう制度は嫌ですね。怖いよ、さっきは泣いてたの可愛くないから。うざ、なんか笑ってるし、めっちゃ泣いたことないけど、え、マジで、あの、めっちゃ可愛いんですよ。めっちゃ可愛くて、そう、めっちゃ可愛い、可愛い、可愛いんですよ。泣いてる理由とかもなんかもう、なんか可愛いんだよね。可愛いんだよね。可愛いんですよね。もうこの定型文あれだね、ちょっとユア専用にしようかな、可愛すぎん定型文。ユアだわ、これは。本当に可愛いんですよ。そう、お花もね、もうレナ人のこと泣かせすぎてやばいよね。助けてもらってるのにレナは。大丈夫やって、うやや。いや、え、どう、うん、確かにちょっと大丈夫やってみたいな感じかもな。泣いてた。ヤキレナどうしたの。あ、ユアが泣いてる時ってこと。
いやもうなんか可愛いなってまあまあまあいろいろね。まあでもさ、そうなんかそういう理由ってさ、なんていうの、なんかなんかアイドルが泣いちゃうってことはでも理由がまあまあ言えないわけじゃないですかだしなんか所詮同期になんか言われても、まあ同期って友達じゃないから、そうなんていうの、そのなんかそういうね、その地元の友達とかとはまた関係性が違うわけじゃないですか。だからまあそういう時、そういうなんかメンタルの時はね、まあ一番はもう早く家族の元に帰ってもらうことなのではいだからちょっともうレナが引き止めちゃダメだなみたいなね、じゃあお花はちょっと引き止めちゃったんですけど花は帰る直前に引き止めちゃったっていう申し訳ないことをしてしまったりねえやばいね、泣かせる側なんだけどレナやばやばいやばいねえ小悪魔です、悪魔すぎるわ、普通に悪魔すぎてない。えレナマジで優しくないよ、本当に優しくないからね。えもうなんかうんうんとか言えないもん、ユアみたいに、もうレナだったら大丈夫だってねえからとか言っちゃうから、そうだからそんなねちょっとユアちゃんほど優しくないっていう感じですね。ユアはマジで本当にね優しいんだよね本当に免許はできない、免許はされてるずっと免許はできないですね私、人の正面キャスできないね。いやそうだよ、大学の壁にそう人そんなに、いやもう泣きたいよこっちもマジ泣きたい、大学嫌すぎて泣きたいわ話やめてよ、人の話ね聞けないからね聞けないんですよ。困ったり悩んだりしてなくても兵庫に帰ってるそうかきれなずっと兵庫に帰ってる。しゃべっちゃう、たくさんしゃべっちゃう存在偏見名台詞やん。かきれな実はねそうなんですよ。え、マジそれな、え、マジブータルを助けられてる、ブータルに助けた痛いでしょてがたつけとこ、え、怖い、見てブーちゃんに手形がある、初見さんを騙し入れるテクニック、やばい助けて、家にいるわお化けがお化けがいます、家に、あちょっとこうやってやっとこう、え、ちょっと怖くない、これやってこうやってやったらちょっと怖いよね、ちょっとこれぐらいだったら、これぐらいだったらめっちゃ怖くない、え怖いよね、だってさなんかミッションとかでさポッてさ入ってさポッて入ってこうやってあったらさ、なんかえこの子やばい、めっちゃ大丈夫怖いってなるよね、怖いよね、体調悪くなってきた大丈夫、おやすみね、みーちゃんにはどうつける手形つけたったぜたらにえマジブーちゃんのこと食べてるもん、いつも耳とか、えブーちゃんの耳って本当に幸せな味がするんだよ、あと頭のここ、えマジねブータローのここって本当に幸せな味がするんですよ、えこれガチこれガチこれガチです、お分かりいただけ、1ページも課題進めるって話してたで、やば年下に負けてるね、かわいいでしょブータローさん、しめもちょっと暗くした雰囲気出る確かにやばいね、めっちゃ怖いね、怖い、結婚していいよ、結婚してあげます、結婚して手形をつけてあげますよ
いやめっちゃね、あの可愛い味がするんですよ。え、これガチなんだよ。いや、ブーちゃん救いたいって、ブーちゃん喜んでるし、普通にやめて、なんか救いたいとかブーちゃんが嫌がってるみたいな。いやマジ、いやマジで、ね、実家、いや この耳食べてたらやばいでしょ。実家のね、ブータロンは頭と耳を食べます。え、マジ幸せな味する。え、もうこれ犬飼ってる人わかると思うんだけど、怪我しいよ、犬飼ったら食べちゃうけど。え、マジ、え、そう、犬とか猫とか飼ってる人わかると思う、本当に。え、なんでみんな、いやいやいや、待って、わかると思うんだけど、この気持ち。結婚しててやな。え、マジで、え、わかんない、え、わかんない、待って、わかんない。肉のに、犬のに、肉の肉球。犬の肉球は食べたことないです。美味しくないと思います。そんなポップコーンみたいな味はしないと思います。人によると思います。土の味するんじゃない、お散歩行ってるから。手形怖っ。私喜んでると、でも喜んでるよ、ブー太郎。本当に食べたら、頭食べたら喜んでる。いなかったけど食べたいと思ったことない。え、いや、あるよ。猫飼ってたけど食べない。え、そうなんだよ。え、吸うってマジでわかる。マジわかるわ。え、マジでそう、それマジそれマジそれマジそれなんだよ。マジでそれ。あ、うまー、ありがとう。うまいですよ、ブーちゃんと猫たちは。動物って美味しいんだよね。幸せな味です、そんなもん。いや、わかんないか、動物飼ってる人わかると思うんだけど。頭のここですね、ここ、パクって、うー、食べた。早くブー太郎とリー太郎を食べたい。リー君も幸せです。リー君もめっちゃ幸せ。チャーちゃんとモーちゃんはなんか毛がよく抜けるんですよね。だからもうなんか顔とか毛だらけになってハクションめっちゃ出ちゃったりするから、ちょっとね、食べれないっていう。え、肉球いい匂いする？嘘？昨日一緒に入った知り合い肉く…あ、ね、肉なんてそんないいもんじゃなかった。虫食ってるんだって引いてた。違うよ、それはさ、ちょっと MC 時間がなかったから言えなかったんだけど、虫っていうか、そう、なんか虫が口に入っちゃうんだよね。そう、なんか田舎の人あるあるだと思うんだけど、これも田舎の人だったら分かると思うんだけど、なんか普通に、なんかあの兵庫っていうか、あの普通に田んぼの近くとかを、夏とかブー太郎の散歩とかなんかランニングとかであの走ってたら、なんか喋ってることが多いんだけど、まあ、誰かといたらね、喋ってたらあの口とか目とかに気づいたら虫が入ってるんだよね。わかる？これ多分わかると思う。わかる人いると思うよ。普通にね、なんか喋ってたりしたら口に虫が入るっていう、もう最悪な気分ですよね。そうして幼少期は過ごしました。肉球っていい匂い するんだね。どうなんだろうね。猫の後頭部いいものだ。え、マジやばいから、ほんと幸せだよ。離婚したから早く兵庫帰って。マジ兵庫帰りた、無理、動物飼いたい。てか動物飼おうと思うんだけど、お母さんにめっちゃ反対される。自分はかけらちゃん食べたい。かけらさん食べてください、美味しいですよ。私も美味しいですよ。私はもう超幸せで可愛い味がします。マリくんだけ、マリはもうなんか逃げ回っちゃって食べれないんだよね。温厚な性格じゃないからさ、食べれないっていう。吸いたいと食べたいだとだいぶ意味変わってくるな。いや、食べたい気持ちはね、やまやまなんですけど、ちょっとね、食べれないじゃん、口に毛がいっぱい入っちゃうから。ポップコーンみたいな匂いしないよ、絶対。猫かな。いや、自転車も歩きも、もうなんか外にいたらね。こばわー。猫の耳とか幸せだよね。
え、わかるよね、え、わかるよね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 。え、そう、セミとかね、ぶつかる。そうなんだよ。いや、吐き出すよ、そら。食べないわ。食べないけど。え、わかるでしょ。え、そうそう、それを MC で言いたかったんですけど、もう時間ないから、私変なやつって感じで。変なやつなんで、普段から。別に、まあ、それぐらいだったら、まあ、勘違いされてもいいかなと思って。はい。はい。そうなんだよね。わかるよね、虫は。ね、バリ君に逆に食べられそうです。バリ、バリね、噛むんだよ、ガブッと。人のこと、人のことガブッと噛むんで、噛むんですよね、あの子。だから気づいたら、あの、血出てるとかよくあります。ね、虫本当に嫌だ。え、もう本当に嫌いすぎて、虫が。お疲れー。え、もう虫が本当に嫌いすぎて、虫が本当に嫌いすぎて、本当に嫌なんだよね。本当に。ひらみちゃん、虫ができてないから心配したわ。こちらどう説明したよね。ちゃんと説明してよ、そうやって。なんで私を守ってくれないの。推しメンでしょ。推しメンぐらい守って。っていう。嫌われそうなことを言うっていうね。バリ君には食べられても痛いよ。バリ、バリ噛むんだよ。痛い、痛い、普通にめっちゃ痛いよ。めっちゃ痛い。え、マジ虫嫌いだから。え、もう本当に、もう本当に嫌い。本当に嫌いですね、虫。やばいです。虫になれないよ。田舎だから多いけど、虫本当にやばい。もうだって絶対もう今一人暮らしじゃん。え、マジでどうしようって思う。なんかもし虫が出たら、なんかもう川とかでも多分隣の家の人ピンポン押そう。川が出たんで取ってくださいみたいな。え、マジで本当に無理だもん。あ、もーちゃんが好き。押してないの。ごめん圧に負けました。マジね、あの、めっちゃ思いっきり噛んでくるから、ガブーみたいな。え、そんな噛まないでよ、みたいな。そんな思いっきり噛まないでよ、みたいな。そうだよ、もうじきあいつ出るよ。え、てか、あいつって多分一年中いるんだよね。ヤモリだったら大丈夫。家の中は嫌だよ、さすがに。家の外だったらね、なんか、どっか行けみたいな感じで、強気で行けるんだよね。ヤモリとかだったら、まだ。わかんないけど。強気でいけるけど。え、もう本当に嫌なんだよね。ティッシュでも触れない。ティッシュで蚊とかもね、叩けないの。例えばさ、なんか家の中になんかあの蚊がいて壁に止まってますとかでも、ティッシュとかでも無理。ティッシュの箱ならまだいける。本当に無理なんだよね。本当に無理なんですよ。本当に無理なんですよね。いや、ヤモリも触れないけどね。触れないけど、なんか強気でいけるだけ。なんか、なんでいるんだよおめえみたいな、早く帰ってくれみたいなぐらい。でもあったかいところにヤモリってめっちゃいるんだよね。あったかいとこマジでいると思う。なんかどっかめっちゃヤモリいたんだよね。やだ、玄関やだ、玄関やだ。あ、沖縄いるね、ヤモリいるよね。なんかあったかいとこいるんだ、ほら、あったかいとこなんだよ、ヤモリは。え、マジ警察呼んじゃうかも。え、呼んでいいの。え、 G 出て警察呼んでいいなら普通に呼ぶんだけど、呼んでいいやつ。ダメだよね、さすがに。え、どうしよう、もし出たら。引っ越した時バルさん炊いてないの。エリナさん、やろうと思ってたのに、気づいたらお母さんとお父さんがもうなんかマットとか全部引いちゃってて、え、やったみたいな。あの、虫の雲もくもくするやつやったみたいな聞いたら、ね、そんなのやってないよみたいな言い出して、もう何してんの。
ちょっと虫のことになったら怒っちゃうから本当に何してんのみたいな一回さみたいな、一回全部のけてもう買ってこようみたいな言ったけど、そんなのいいよみたいな、大丈夫だよみたいなって感じでしょ。でもよくない、もう最悪じゃないうん、玄関からは多分虫はやってこんへんと思う。へえー、ヤモリって長生きなんや。へえヤモリあかんか、あダメなんやなんか虫のさ、虫の人とかおらへんの、虫専用業者みたいな。もうあかん。辻下さん呼ぶか。タイムリーなの？ええ、怖い怖い。怖いよ。今からでも滝夏がやばい。え、何？怖い！無理！死んだ！もう無理！絶対出会うんだけど。やだ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 。え、無理、お願い、出会いたくない、本当に。本当にやだ。どうしよう。え、もし出たらどうしよう。もし出たらどうするの、もう俺、引っ越したいんだけど、普通に。やだ。怖い。え、でもさ、なんかバルさんってさ、ダメなんでしょ？布団とかあったらダメだよね。ダメ？ダメなのかな？え、ちょ、みんなさ、メールの返信かなんかにさ、ちょ、明日さ、薬局で買うから、虫のやつなんか、虫の対策の、なんかスプレーとかさ、なんか、これやっといたらいいよ、みたいな、書いといて。ちゃんと参考にします。え、マジで本当に引っ越す。絶対引っ越す。虫出たら。いや、どんな虫でもやだよ、どんな虫でもやだよ。放散な、何それ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 。でもね、なんだっけ、そこの外のやつはキャップはしたの、虫が入らないみたいな。だから、え、マジみんななんかメールの返信で送っといて。え、マジ明日絶対買いに行くから。テントウムシもやだよ、やだやだやだよ。ブラックキャップって何？ G 専用普通に炊いた、食器とかにはカバーした、普通に炊いた。え、怖い。え、でもさ、布団とかあっていいの？布団ダメだよね、ダメだよね、布団はさすがに。布団となんだ、カーペットとかダメだよねえ、お母さんね、虫平気じゃないよ虫ダメ。どういう虫かにもよるけど、レナよりは大丈夫フォルムかっこいいとかそういう概念ね、見れないよそんなの見れないよ、無理だよ。新型に何する、何する、カブトムシ系も無理だね、もう全部無理。あ、カーテン、布団とかだよね、どうしようね。だからなんか玄関とかに置いとく、玄関前とか、玄関前とベランダとかに置いとけるやつの方がいいってことだよね。置いとけるやつを買えばいいんだよね。それを教えて、みんな、それを教えてください、よろしく。ねえ、お米ある、怖い。え、それ思ってた。お米を毎回炊くためにさ、毎日さ、へえ、毎日炊かないじゃん、お金、あお米。え、待って待って待って、見て見て見て、出た、
マーチくん、ビビった、いるんだ、裏にも、裏にもいました。待って待って、揃った、じゃーん、じゃーん、え、見て見て見て、できた。解体して捨てようと思ったら裏にいた、マーチくん、やったみー、マーチくんゲットです。いちごにした、いちごです。お金たいたくとか言ってたんだけど。そう、お米炊くときにお米の袋見て、なんか怖いと思う、毎回虫いないかなって思ってる。思ってます。米びつって何？なんかちっちゃいお米、ジップロック、いた、ジップロックです、ジップロック、ジップロックに入ってるお米、それですね。あ、唐辛子のやつ、あれ入れといた方がいいの？ジップロックだったら大丈夫かなとか思ってるんだけど、ちっちゃい隙間とかあったら虫入ってくるんだよね。無理、引っかかった、またねえ。髪質改善行ったんだけどさ、全然良くなってない気がする。良くなってる？みんな見て、見て、わかんないよね。でも劇場、劇場いた人こないだねえ、虫って本当にさ、なんかもう絶対ないはずなのところに来るんですよね、あの人たちって。なんでなんだろうね。ちょっと充電器持ってきます。え、待って、この2分でさ 2% も減ってるんだけど、おかしいですよね。私のやつって絶対変えた方がいいよね。え、シャツめっちゃ長い、見て、見えない。見えない。膝、怪しい美容師さんのところ。え、マジでそうなんだよね。本当にさ、なんか髪質改善ってマジで、本当に、変わんない。マジで変わんないから。本当に変わんない。え、なんかさ、ずっと言ってたの、兵庫でも。言ってたんだけどさ、マジでなんか最初の1日とか、1週間とか、1ヶ月もね、よくなんない。そんな。見せ方する。やだー。ノーサービスです。いや、全然クモの巣できてて、もうどういうこと、どういうこと、もう意味わかんないんだけど、どういうこと、やだ。とりあえず角確認。とりあえず角確認。え、めっちゃ長い、めっちゃ長い服、寝かせつけたくなってきた。いや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 、ロング大変だよー。大変だよー。マジめっちゃ続けないとダメなんだと思う、ちゃんと。続けるのがめんどくさすぎて、前回から時間が空きすぎたった、空きすぎちゃったんだよね。これなんか前は兵庫でやってて、で兵庫が去年の12月までだったんで、私、あ、1月か、うん、今年だ、今年の1月で4ヶ月ぐらい行ってなくて、だから
そうなんですよ、そうなんですよ。編集者はリネル昔からなのか、そうだから多分めっちゃちゃんと続けないとダメなんだと思う。虫って人間怖くないでしょ絶対。え、そう、月1だよ大体。ねえやだ、タイルさ一回全部外そうか迷うんだけど、今迷ってる普通に。けどめんどくさいしな、めっちゃ空気入るんですよ。ロングね、ロングいいよね。レナは短くしたくなる髪の毛を。長いの嫌なんだよね。え、やばい無理、こんな人いるような、たまに。ぴょーん、こんなキャラいなかったっけ。こんなキャラいたよね。通称買ってーん、幕張。ね、なんでみんなロング似合わないと思われてるんですけど、絶対短いの似合わないけど似合わないけど似合わないけどでもなんかレナの友達、あ、短いの知ってる友達はなんか短いのもいい、短い派もいるし、短い派もいるし、ロング派もいます。ちょ、これさ、コアラのマーチの匂いがやばいんだけど、ちょ、ティッシュでくるんだこ。あ、いいじゃん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 。え、ちょっとみんなに見せたいこれ、ちょっと待って、みんなに見せるわ。あーやばい、死んだ。じゃーん、これギフトにこういうのあるよね、これの緑バージョン、あの泥棒さんが持ってるやつ泥棒のやつあるよねこれ。じゃーん、敷けちゃいそう。置いときますこれで。何が入ってるかわかんない待って、やばい、優しい泥棒連番じゃん、泥棒友達ありがとう、それです、それそれです全然違えよそういうこと、それで送ってきたの全然違うだろってあれで送ってきたんだそういうことね。待って、寝ます、ちょっと待って、今週会えるやん、楽しい、それを楽しい、仕事頑張ろうね、頑張ろうね、おやすみ、明日も頑張ってね。そうだ、みんな明日から仕事なんだよね、ごめんね、こんなにあのやっちゃって配信、ごめんねごめんねごめんね。え、多分ね、なんか写真載せたらダメなんだよね、多分短い時とかダメなんだと思う。泥棒連番ひどいおばあちゃん家からもらうやつ。おやすみってきた、ほら、おやすみありがとう急に現実に戻すのやめて。いや、思った、レナの中ではなんか今日まで、今日から仕事だと思ってて、もう始まってる人もいると思うけど、今日まで祝日なんだよね世間的には。だからなんかあんまり今日ぐらいから始まってるかと思ってた。あ、5月中旬にお休みなんだ、いいね。でも空いてる、空いてるじゃん、いろんなとこ行けるじゃんね。おやすみ、これで書いてた結局12時までやるかな、え、わかんない。え、寝る、みんな、みんな寝そう。でもなんかみんなが怪我せよー、しゃーなしかっこしゃーなし。今日からだね、今日からの人も多いよね絶対。
大変ですね。やだ、みんながなんかゴールデンウィークの時はさ、なんかたくさんメールとか返してくれたし、配信とかもずっと来てくれたけど、みんなが仕事始まったらやだ、相手してくれない、みんな昼間寝てるけどね、今週頑張れ。うち、ちょっとレナもね、今週はちょっといろいろ頑張ってね、いろんなことやりたいと思います。そう、今日ね、休日なんだけど、祝日かと思ってた。強よ、気をつけてね、本当にマジで本当に本当に休み明け嫌だと思うけど、明日も休みなんだ。あ、いいじゃんいいじゃん、たくさん寝な。いい時間になさ、勝手に寝てます。よかったよかったよかった。すいません、仕事だった。マジか、お休みないの？その分、その分ないのかな。いや、私お風呂入った、今日レナ入ったよ、レナ入ったよ、寝るかも。レナ入ったよ、よし早く寝る。おやすみ、ありがとうね、今日もおやすみ。みんな寝るじゃん、だからみんな寝るから。だからさ、だから終わるか。めっちゃ適当な曖昧な時間だけど、ね、夜もね、もうちょっと始まったら、来週とかの平日だったらもうなんかみんな荒れそう、みんな寝そう。夜配信、寝ていいけどね、全然。でレナも明日から頑張る。ね、それ思った、職業によるよね。そうなんだよね、逆に平日休みの人とかもいるしね、普通の時で。気まぐれメール返す、嬉しいよメールいつもね。まだ寝なくて大丈夫。あ、そうなの、久々じゃない、早く寝ないの。明日はお弁当作るの、頑張ってね、おやすみ。そうです、私お風呂入ったので今日余裕ですよ、人生余裕。久々にっていうか、ちゃんと毎日お風呂入ってるけど、でも今日はっていうかさ、いつもさこの時間入ってるよね、お風呂大体ね。みんな寝るじゃん。おやすみなさーい。みんな寝るじゃん。え、待って、早配信終わった、だからか、だからみんな寝るのか。昼間だよって。いつものレナの煽りが好きなんだね。アイシャドルタイム。いいの、え、配信していい、もう眠いっす。いいの、じゃあまあ言うてあと15分だし。ゲラムさんもまたがニャンニャンだ。え、今やってんの、まだやってる。お風呂は20分とか30分、2、30分ぐらいじゃない。髪乾いてない、それだそれだそれだ、そうなんだ、髪の毛だ。ほら、もうボサボサじゃん、なんで、やだやだね。昨日の制服の上で体力使い果たしました。よかったよかったよかった、お休みに体力を、お休みか分かんないけど体力使ってくれて。レナもね、ちょっと久々だったっけね、制服の前、久々ではないか、そんななんかすぐじゃなかったから筋肉痛になっちゃった多分、もう治ったけど、今日の朝起きた時はちょっとだけ痛かった。リズム狂うよ。みんな寝るじゃん、みんな寝ますね。今話題のお風呂キャンセル界隈。お風呂キャンセル界隈ね、思った、なんかなんだろうと思って、それなんか説明してくれてる記事を上げてくれてる人がいて、そういうことなんだって思いましたね。話題なんだ今。最後に好きはありがとう、5時に起きれないかもしれないです。5時にやると思ってる、レナがやるかもだけど、わかんないけどね、わかんない。あー、洗濯機回すの忘れ、ん、あ、戻
し終わったら洗濯物を干そうと思って、 え待って覚えてない、どっちだっけ、なんか回したような、洗濯機の音を聞いたような聞いてないような。あ、ユアにはやってるんだ、まだ編集やってみたな。え、見た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 よ見たよ、何個かあったよね、1個じゃないよね、返信。眠くないんだけど、あ、眠くない、あ、じゃあ12時で、いやも、いやも12時までかな、ボサレノなんだよね、顔近いよね、そういうマネージャーさんにちょっと言われたから、ユアさんは顔面が近すぎますねみたいな、全然悪くはないけど顔面が近いっすねみたいな言われたから、ちょっと気をつけます、はい、気をつけます、するパワー筋肉って感じで。あ、ね、一回終わってね、またやってたね、メール書いてたのかな、なんだろう、次の制服名出てないですか、まだ、まだ出てないですか、いつ、いつだろうね、わかんない。わかんない。6日いたけど結構足にきましたね、その後飲み会に疲れたのね。おもろ。最悪なんだけど、いやーに言うとするか、いいよ言って、行きたそうだから行っていいよ。夜中回す近所大学生から来る、え、洗濯機っていつ回すの、夜だと思ってた。夜じゃない、夜じゃない、顔面ね、顔面近いんですよ。近いレベルの時じゃない時あるもんね、目だけみたいな、画面目だけみたいな。前次の子俺教えてないし、教えてないし、いつそれ教えたの、いつ、何それ、何それ、どんな話、どういうこと、どういうこと、どういうこと、私は誰、ここはどこ。圧かけるから画面近くなるのかな、違うよ。違うよ、今でしょ。いやそれな、今でしょすぎるよね、ね、お前してない、多分近所に敵いないし、いないよ。朝なの、洗濯物回すの、え、そうなんだ、じゃ逆にいつ乾かすんだろう、今のしてるのね、ねえ待って、ひどすぎ、何そういうひどい、ひどい行為認定、やば、集中してもらっていいですか、私に、私に集中してもらっていいですか。うん、窓しても目立つの、さすが、何窓してもってか、私に集中してもらっていいですか、はい。集中してもらっていいですか、お昼にね、あ、朝に、え、仕事の時とかどうすんの。仕事の時は二窓できないです、なんで集中できない、二窓だったら。集中できないってことかな、庭はダメなんですね、庭はダメなんですね。別にダメとは言ってないけど。揉め事。夜中、え、マジ、え、回しちゃうんだけど普通に、夜中っていうかその朝方じゃないよ、夜に回してすぐ乾くから、すぐあの終わるから、2、30分ぐらいで、でそっから夜中に乾かす、暖房で。移動シーン集中してとかどっちですか、別にどっちもいいよ、別に、あっち行ってもいいよ、はい。音、夜は音がうるさい、え、マジダメなのか、ダメか、いやいや緊張してごめんなさい、なんで緊張こっちにしてないみたいな、緊張する方が好きみたいな感じじゃん、その言い方、じゃあレナの方が好きじゃないってこと、そういうこと、そういうことだよね、そういうことだよね、そういうことだよね。生足見逃したんですが、今日見せてないよ。隠してるからずっと、最近集中して何窓しかしてない。何してんの、もっと集中してもらっていい、私一人に、はい、個人的に集中してもらっていいですか。夜帰ってきてしまう、あー、だから朝に回して乾かすんだ、そういうことね。
ちゃ揺れた。洗濯機普通にめっちゃ静か。サーモンドしてるときはレナさん、レナが騒がしすぎてレナ音を一番静かにしてるってことで均等になるんだ。音レナ静かにしたらそういうことね。めっちゃおもろ。まあ決めるのはこちらです。いやそうなんだよね。そうなんだよ。そうなんですよね。みんなが抜けてもレナは分かんないし、誰が抜けたとかね。だからね全然いいんですけど。え、上の階の人ね、もううるさくない。多分もうあれなんじゃない、大学か仕事かなんか分かんないけど、ゴールデンウィーク最終日だったからじゃない、多分。ごめん大富豪してた。ゲームしてるんですけど。集中してくださいというかゲームしてるんですけど。夜中洗濯機回される近所の大学生の気持ちになろう。いやでもマジで上からも横からも下からも洗濯機の音も掃除機の音も何にも聞こえたことないから大丈夫なんだよきっと、多分。ねえ明太子。いないと思うのとかあるんだ。そうなんだ。生足も同じもガードされてる。何そのなんか悔しい感じで言ってくんの。ガードされてる、やばい、おもろい。ね、言ってたね、サンマだな、内容。内容聞き分けられるのすごいよ、普通に。聖徳太子じゃん。まだ開いてないから、ニコは聞いてる。あー、でもそれもほぼね、内容ちゃんと聞かないと聞き取れないから。本当に書きもたえつ、アバター入ったらあんまり消えなくない？消えんのかな？わかんないけど。うん、上の人ね、多分普通に友達来てただけだと思う。いや、苦情言わないよ。言わない言わない。でも昨日は本当に、でも多分昨日は、多分上の人ね、もう絶対誰か苦情言ってると思う。レナ以外に。もうだってレナの部屋でこんな、でもレナの真上か。でもレナの隣の家の人とかも多分めっちゃ聞こえてると思うから。レナで聞こえてたら。だから。思春期ボーイなんだ。そっか。ガードされちゃ嫌なんだよ。だから。男女目立つからね。男女見てない。あんまり。いや見てるけど、そのなんか消えた消えたとかあんまり思わない。あんま消えないもんね、男女の人って。あ、この人たちいつもいてくれてるなーって思ってます。あ、一定期間見てなかったらいなくなっちゃうんだ。え、でもなんか壇上にいる人はなんか下の段に降りたりとか、一段下にいるなって更新された後いなくなったって思ったら一段下にいたとか、だから大体いてくれてる。ゴールデンウィークね終わっちゃったから友達も帰ったんじゃない。え、マジで上の人やばい。本当に昨日本当にやばかった。え、待って、あと5分。え、無理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 。え、こういう終わり方したら朝配信あるって思われるんだよね。で、朝になんかコメント欄で昨日の終わり方でなんか限りな5時配信すると思ってたよとかなんか言われて、なんか悔しい気持ちになるからなるから、別に終わり方はまあさっぱりとね、いきたいと思います。はい、ユアが一番しっかり人の話聞いてくれるので。そんなことないよ、もう俺の人の話が聞かないから。ダメダメダメ、そんなのダメです。嘘です、それは違います。みんなね、みんな同期はね、ちゃんと話聞いてくれてアドバイスもしてくれるし、話聞いてくれるし、話してくれるしって感じです。そう、なんか言われるんだよね、朝配信の時に。分かってたよみたいな。いや別に分かってないでしょ、なんで。ってなるんですよね。あ、男女いたらあいつ嫁なんだ。ただこねるの。いや別に見抜かれてるっていうか、いや違う違う、悔しいとかじゃなくて、何それ、なんか悔しい気持ちとかは別にないけど、あんまり。ないけど、なんかちょっとなんか嫌だなって、違うのにみたいな、全然違うのになみたいな。塩ポン酢みたいに終わるよ今日は、だから。そうそうそう、そういう感じで終わる。
塩ポン酢で終わりたいと思います。え、マジレナ人の話聞かないから大丈夫だよ。全然聞かない。何が大丈夫って感じだけど。おっちゃん、お疲れ様です。ニャーニャンが同じ人か分かり合える。あー、そうね。なんかヨウとはなんかいろいろ分かり合えることが多くて、この間レナが泣いて配信した時もなんか LINE でなんか心配してくれて、二人で分かち合いました。もうなんかヨウから LINE 来た瞬間本当にめっちゃ泣いちゃって、やべ死んだって思った。泣かされました。はい、私も泣かされました。ユアに泣かしてばっかじゃないですね私は。うん、10時の頃より寂しさ本当にない。もう10時の頃は本当にマジで、なんか10時とかさ絶対みんながさ起きてるじゃん。寝ちゃってる人もいると思うけど、朝早くて寝る人もいると思うんだけど、なんかみんなが起きてるの分かってるのに、なんかお休みって言って終わらないとダメだし、なんかみんな絶対起きてるのにずっとなんかレナのことを全然インポストしてくれないし、なんか子供って感じだったけど、今もう11時57分って感じだから、はい、幸せですね。幸せですね。でもこれ以上なんか話せないじゃん、12時だから。だからそこが嫌なところ。結局終わらないとダメっていう。時間は伸びても、時間は伸びても結局は終わらないとダメだから嫌だっていう感じ。みんなね、なんか10時とかで終わった時とかはなんか5分に1回ぐらい12時まで、あのみんなが寝るまで、あのみんなが寝るまでなんかあのたくさんポストしてくれるかなって思ってるのに、なんか毎回みんなね、なんかはいおやすみみたいな、10時10分とかになんか絶対寝ないのに、なんかクビな、おやすみみたいな、夜の配信ありがとう、ハッシュタグ書き戻れなみたいな、えまだ寝ないんだけどみたいな、しかもまだみんなも寝ないよねとか思ってさ、おやすみっていうの早いんだよって内心思ってました。内心思ってたけど、まあ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 、そんなことは思ってないですよ。それは子供だったから思ってただけで、今は何も思わないよ全然ね、今はね。はい、ね、いや面倒い。昔はねそのなんか10時とかで、ね、配信が終わってた子供時代は、その子供時代はそれちょっと思ってたけど今は全然ね、そんなね子供じゃないので、私も私は成長したので、はい、だからね、印象アップ、印象ってかもういいや、本当にねもう最高な女だから、はい、ぜひみんな会いに行ってください。本当にねこの子の配信忙しい。そうなんだよね、順次は、ね、見れるからな他の子は。だからなんか嫌だなって、もう59分じゃん、やだ、こういうのも嫌なんだよね、もう時間に迫られるのとか嫌でねえ、やだ、もうなんか迫られるのが嫌なんですよ私は。だからありがとう、だからおやすみ、おやすみだからおやすみだからおやすみおやすみねえやだ、みんな寝ないじゃん。おやすみ、元気ロリー、配信ありがとう、配信ありがとう、こちらこそ、おやぶりー、メール編集者に見とくね、おやすみ、バイバイ、おやすみ、あ、今日メールなんかあの内容薄くてごめん、おつにち、さようなら、おやすみ、おやすみ、楽しみ、ここに機会休んでね、ありがとう、配信うれしさ、寝ますね、ちゃんと、また通常わかんないけど、寝るわ、寝てください、また後で、バイバイ、さすがにね、ちょっと今日は寝るよね、さすがに、おつみーたーん、おやおやすみ、おやすみ、またね、聞かれてるから、いや、変わってるもんね、すんだから。じゃあね、みんな、おやすみ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 、みんなでするじゃーん、バイバーイ。おやすみ、みんな。